こんばんは。はい、こんばんは。ゆうたさんって大学の課題提出とかってどうしてましたか？自分今追い込まれているんですけど、どうしたらいいでしょはい、知りません。やってください。提出してください。それで留年したらあなたの責任です。はい、ありがとうございました。なんやねん、もう なんやねん。はい、どうも、ゆうたと申します。こんばんは。はい、こんばんは。自分学生の身なんですけれども、現在、テスト勉強、資格取得、部活、バイトに追われておりまして、ゆうたさんの疲れと比べれば、とてもそこまででもないんですけれども、とてどうもしたんですか、そんなへりくだって。体が追いついていない状態で、ゆうたさんは毎日配信などなさって元気じゃないですか。どういうものを心の支えにして頑張ればよいでしょうか。心の支えですか。いや、僕は自分が大好きで、もう自分が大好きで大好きでしょうがなくて、自分が評価されることとか、自分が何か、エゴさしたりして自分のことを言ってたりすることに対して、非常に喜びを感じてしまう体質で、それをモチベーションにやってますね。ありがとうございます。自分そこまで自己顕示欲がなくてですね、学校の方でもどちらかというと陰キャの方になってしまいまして。唯一好きなのがゲームと読書なんですが、そのどちらも体力がないということでして、先ほど挙げた4つの中から1つ削ればいいのではないかという考えに至ったのですが、どれをすればいいでしょうか。知らんわ。ありがとうございました。ですね、そんな俺に聞いても分かんねえよ、そんなんだって。俺、お前じゃねえもん。お前じゃねえし。次の凸ですね。あ、もしもし。もしもし。あ、好きです。付き合ってください。すいません、ちょっと急すぎてダメです。次ですね。うわ、まさぐってる、まさぐってる、まさぐってる。ああ、もうやだ、やだ、もう本当やだ。以上。ですね、凸は終わりだ、もうこれで。ということでですね、もうええやろ。もうええやろ。俺もうなんかすげえ人来るのかなと思って、俺ちょっと期待してたのね。例えば飛鳥キララとかさ、そこら辺来たらなんかテンション上がるじゃないですか。来ないんで、もうこれなんかよくわかんない凸ばっかりだから、もう僕はあれですね、ちょっと切り替え、じゃあこれ最後にしとくか。ちょっとじゃあこれ最後にします。どうも、井桁と申します。よろしくお願いします。こんばんは。こ聞んこえばんまは。すでしょうか？聞こえます。ツイッターで動画拝見して、私、音楽やってる身なんですけど、すごいなって思って、それだけを伝えに来ました。ありがとうございます。いつも見てます。以上です。ありがとうございます。ということでですね、最後に、そうですね、やっぱり声の聞き取りやすさってすごい、だから終わりだっつってんだろ。ということでですね、あとは、ちょっとピアノとか弾いてたらいいのかなと思って、とりあえずピアノをね、適当に弾いてるんで、リクエストあったら、弾いていただけるように、言っていただけるように、よろしくお願いします。だから、もう、すごいな、すごい、ぐいぐい来るな。じゃ逆に凸受けるわ。どうも、ゆうたと申します。あ、もしこれもはし。外なんですよ。どうも。聞こえてますか？どうも。聞こえてます。あ、ちょっとラグいよ。今日ちょっと玄関の前に芋焼酎が置いてあったと思うんですけど、置いてありましたね。置いてありました。それを送らせていただいたものなんですけども、ありがとうございます。わざわざ。ちょっといろいろ書いてあったと思うんですけど、ちょっと、
とりあえず気にしないでいただいて。すみません、まだ全然読めてないです、申し訳ない。ああ、そうなんですね。じゃあまあよかったら読んで、まあぜひお楽しみいただければと思います。なるほど、はい、ありがとうございました。はい、すごい歩きながら、すごい歩きながらの突でしたね。そんな、ありがとうございます。はい、すいません、ということですね。